三振エヴァンジェリストマイチンこと前田明やいビギーンイエイ。さあ、今日も楽しい三振ライフうとどきサビラ、ね、台風去って、まあ今10号が、内地の方にね向かってるんですけども、その影響もあってこう沖縄はもうむっとするなんか、梅雨空、かなりこの湿度が高くてですね、三振の音色も、非常にこの、なかなかね、どうかなという感じの、なんですけどもね、でもやっぱりこの馬がねちょっと特殊馬があってですね、快適に、引かせてもらっております。さあ、結構三振のですね、初心者、バージョンということでね、この灘草草、結構される方が多いと思うんですね、結構沖縄のこれからのこの三振の、ニーズっていうんですかね、こういった、ポップス系の、三振との、出会いによって結構な、幅ができてきたかなと思うんですね。こんな感じでですね、どん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 、たくさんの、新しく、三振を、求める、三振をこう趣味としてですね、こう愛好者が増える、もう本当に、三振エヴァンジェリストとしては、すごく嬉しい限りでございます。年々ですね、この地元の、なんていうんですかね、三振人口は、減りつつ、しかし県外が、少しずつこう盛り返していただいている、そういった、ものもですね含めて、もっともっとこういうインターネットを通してね、三振が、いろんな音楽のジャンルに使われる、ことを願っております。そしてまた、たくさんあるこの今までたくさんあった、三振屋さんがですね、これからどんどん、減反っていうんですかね、減っていく、そんな感じが、します。それはやっぱり高齢化もしっかりですね、その後の、続く継承していく人たちが、どうでしょうかね、多分、減ってるんじゃないかなという感じも、するんですね。ですがやっぱりこの県外のやっぱり人たちの中にやっぱ三振の音色にすごく、ハマっていく方々もですね、県外から見えてこの技を継承していく、そんな方たちも増えてきているような気がします。さあ、その中でですね、私もその一人なんですけども、この音をですね、声質に合わせていく、三振の音色を研究しております。それはですね、やっぱ音楽っていうのはね、こうこれから広く、いろんな形の、出会いが、
待ってるわけでございますけども、そのジャンルを開いていくためにはやっぱりその歌って、弾いて楽しむ、まあもちろんこの弾くだけの楽しみもあるかもしれませんけどね、初心者がまず、手軽にこうティントンテンというね感じで、遊びながら楽しみながら面白がりながらね、三線を音楽に加えていく、ようになってくると、非常にこう面白いなと思います。また最近この楽器をね、特に弦楽器をされている方が、三線の音色に、ハマっていくという、ことも、結構あるようでございますから、それはそれでまた私も、私自身もやっぱり最初ねギターから始まってるのでね、そういう感じでこう新たな、感じで広がっていくといいなと思います。やっぱその音楽を、こう広げていく、その中に三線を加えていくっていうのはですね、やっぱり今自分自身が、テーマとしている、声質に合う三線を、の音色を作っていく、その音色のですねこの、今高音域もしかり、その音色ですね、いろいろとこう研究しながら準備をしながら、そしてまたいろいろなあの経験されている方の知恵もお借りしながら、その三線、新たな三線の、なんていうんですかね、進み方っていうんですかね、それをまた、作れたら、いいんじゃないかなと思いつつ、本当に、今日々少しずつですけどもね、楽しんでいる、そんな感じでございますね。さあ最近特に初心者の方からねメールいただいて、三線が上達したいというですね、また独学でやってて三線がなかなか上達できないという壁とかですね、どうしたらいいですかねとかっていうメール来るんですけども、まあやっぱり基本的に楽しむという、また面白がってやるっていうね、いろんな今も本当に見渡せばですねいろんな情報があります。こう楽しむっていう情報がとても多くありますよね、なんていうんですかね、まあそれもいろいろと集めながら、楽しんで弾いてみる、そしてまた周りにそういった三線を楽しんでる方がいらっしゃると思うんでね、そういった人たちと、に声かけをして、もう今ネットでつながることそんなに難しくないと思うんですよね。もしお資格だったら会いませんかというねメールを送って、そして、コミュニケーション取りながら、まあ付き合っていければ付き合っていけばいいんじゃないかなと。また会ってみたいけどもそんなにね、そのなんかいい感じしなかったなという人もあるかもしれません知れませんか。そういったのをスルーしながらね、自分のエリアをこう楽しんで、そういうゾーンを作ってね、楽しんでみたらどうかなと思います。今日はですねこのいろんな三線の楽しみ方の一つとして、まあ音色の作り方、こういう天気の時には馬を変えるとかですね、そのこの天気を、ものともしない馬もですね毎日の方では作っておりますのでね、そういった形で、いろいろとまたお問い合わせ、いただけたいろんな情報をですね、本当一番ねこっちに来てねもらって、情報を取ってもらうと一番いいかなと思うんですよね。やっぱり言葉が足りない毎日でございます。そういったのを本当ご容赦いただきながら、この見ていただいている方にですねお願いしておきます。本当に言葉が足りないです。で、結構言葉が足りない分誤解されている場合もありますからね、また、間違ってる情報もね出してるかもしれません。そういったところがですねありましたら、また、間違えてるよってね、まあ、言ってくれたら一番嬉しいんですけどね、まあでも基本的にですね私は、何が正しい正しくないっていうものは私の基準にはございません。というのは、私たちの住むこの世界というのはですね、いい悪いとかっていうのはこうなんて先入観でね作ってるんじゃないかなって本当思うことがとても、これまで60年を生きてきて
感じておりますから、本当に還暦を過ぎて正しいこととか正しくないっていうのはあくまでもその人の主観であって、この先入観でしかないっていうことをですね、本当に、ストンって自分の中で落ちましたので、あなたにとって、間違いというか、楽しくない、情報であったらスルーしてくださいね。どうぞ面白いんじゃない、楽しいっていうこと、いいことじゃないっていうことだね、そういった毎日的発想で、お付き合いできる方のみこちらの YouTube ではですね、つながってほしいなと思っております。誰でも彼でもですね、私はつながろうとは本当は思ってないですね。自由に楽しく、本当に共感する方だけで構わない、そんなふうに思ってですね生きておりますのでね、そんな感じで、気になる方だけですね、お気軽に、連絡くださいね。そしてその中で私自身が、のこれまで研究してきたものをですね、皆さんに伝えることができたらな、もっともっともっと広がっていくかなというのもあります。また逆に、こうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかなというね、アドバイスなり本当にいただきたいなと思います。また、いろんな形のご意見とかですね、また本当に、自分では分からないことっていうのはたくさんやっぱありますよね。やっぱり周りの人がこう良くしていきたいという気持ちがあれば、そういうふうにしてやっぱり優しく伝えていくっていうねことも、私の目指すところでございます。ということで、今日はですね、ちょっとムッとした中でですね、やってる成果ですね、このムッとする、話もですね、たくさんちょっと今まで言わなかったことをちょっとボロッと言ってしまったんですけど、それはまた、お気に召さないで、スルーしてくださいね。そんな感じでね、本当にあと何年ね、私たちが、例えば人生80年としたらね、私もあと19年ぐらいの寿命しかないようでございますから、その19年という時間をですね、この三線を通していろんな人とまた出会えて、そしてまた共感して、いけたら楽しいかなと思っております。はい、ということで、また、次回はですね、いろいろなまた、メールからの情報からとかですね、また、近隣であったですね、いろんなことからまた、そういった情報がありましたら、話してみたいと思います。今日はね、なぜ録画にしたかというと、どうもライブにするとですね、やっぱりミキサーとかいろいろな機材がですね必要になってくるんですよね。音声がなかなか、小さくなってしまうというものが分かったので、それは少しずつちょっとお金がね、このかかるものっていうのはゆっくりゆっくり、作りながらですね、ちょっと揃えてみようかなと思っております。今はそんな今感じでですね、やっておりますので、小さいってね、なんていうかな、時もありますから、その時は本当にごめんなさいね、一生懸命一応大きくするように工夫しながら、今、工夫しながらやっていきますのでね。はい、ということで、今日も皆さんのね、楽しい三線ライフがありますように。安心、また、やーさん。